西長福駅は東京都杉並区永福3丁目にある京王電鉄井の頭線の駅である井の頭北関区所属。駅番号は陰住。島式ホーム一面二線を有する地上駅。かつては改札口は南口一箇所で、ホームと駅舎間は地下道で結ばれていた。その後、バリアフリー対応と踏切による交通障害を解消するため、 京城駅舎化と駅南北自由通路の設置が決定し、2007年10月から工事を開始し、同年12月16日より、京城駅舎改札、北口、改札内エスカレーターエレベーターの共用を開始した。2008年3月25日からは南口の共用も開始した。なお北口のエスカレーターは、スペースの都合上、上り方向のみの設置である。 改築前、トイレは駅構内にはなく、駅前広場にあった杉並区設置の公衆便所を利用するようになっていたが、京城駅舎竣工後は2階改札構内に新設され、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも併設されている。南口の改札外にあった売店は工事前に閉店した。隣の駅の永福町駅とは700メートルしか離れておらず、 浜田山駅も含めて、両駅のプラットフォームが見える。2020年度の1日平均乗降人員は11,546人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通り。南側は京王が開発した分譲地であり、歓声な住宅街が広がる。駅前には、路線バスは乗り入れていない。最寄りバス停は北に、 徒歩数分の井の頭通りにある西長福であり、商店街を通る必要がある。駅周辺は、桂正和の漫画、IS の舞台となった。原作、OVA アニメゲームソフトのすべてに当駅が何度も登場する。その他のテレビドラマ、映画での駅のシーンに使われることも多く、京王電鉄の公式サイトでの撮影実績にも多く掲載されている。 ありがとうございます。